つについて、よーいスタート。皆さんこんばんは。こんばんは。今週も始まりました、トヨタのご当地アイドルスタートがお送りするスタートの位置について、よーいスタート。トヨタのご当地アイドルスタートのメンバー、和久田あかりと牧野渚の2人がスタートの PR パーソナリティとなって、さまざまな人にグループの魅力やメンバーの素顔を伝えていく番組です。スタートのリーダー、あかりんこと和久田あかりです。ということで、いつもは牧野渚と2人でメインパーソナリティとしてやってるんですけれども、今日はなーちゃんが東京でのオペラミュージカルに出演のためお休みということで、助っ人で2人来てくれたので、早速登場してもらおうと思います。どうぞ。はい、行きます。せいよ、空手初段、ルカンことルカです。はい、いつもあなたと2人で1つ桜もが大好きな中学2年生の13歳ミッキーこと近藤ミッキーです。はい、よろしくお願いします。お願いします。イエーイそう、なーちゃんに代わり、サポーターということで、ミソラとかね、いつもユリアとかが入ってくれてるんですけども、なんと、6期生、はい、2人ということで。はい、来ちゃいました。めちゃくちゃ怖いんですけど、私。来ちゃいました。今日ゲストじゃなくて、サポーター、はい、ということで、はい、なーの席にミキが座ってるんですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。どうですか、気分は。もう最高です。やべ、ナーの席がミキに取られるよ。やばい。パーソナリティ狙ってます？いやまだ早いかなって、ま、そこはちょっとあるんだ。ちゃんとあるんだね。はい、そう、先輩の席はね、はい、ちょっと引かないと。引かないとそのノリだけど、そこはちゃんとしてるみたいね。はい、ね、ちゃんとしてるみたいちゃんとしてる、別にいいんだけどさあー、やばい、うちちょっと今日難しい落ち着こう。はい、早速お便り読みたいと思います。ラジオネームひろきっちさん、あかりんさん、みきちゃん、るかさん、こんばんは。こんばんは。もうすぐ七夕ですね。皆さんならどんな願い事を飾りにつけますか、ということで。はい、七夕、7月7日ですね。はい、そうですね。何があるんですか、みきちゃん私ですか。違う、七夕ってどんなイベントですか。七夕は、うん、と彦星と織姫が、うん、と何年かに一年に一度だけ、うん、こう川を渡ってきて、うん、会えるっていう日です。おちゃんと思い出したんですね。はい、さっき、さっきすごかった。そうオンエア前に乙姫って言って、乙姫、多分どっかの携帯会社の CM 見すぎかなと思ったんですけど。あ、あれか多分それに影響されてるのかなと思ったんだけど、そういうわけでもなかった。はい、よかった。何年か、1年か、ね。あ、1年に1回ね。1年に1回だけね。そしたら多分、七夕っていう、イベント、毎年来なくなっちゃうからね。何年かに1回。そう、何年かに1回しか来ない。お願い事何書けますか？あ、私ですか？私、はい、ルカはですね、ですね、コミュ力ですか、はい、が欲しいです。コミュニケーション能力ですね。そうそうです、はい、あと滑舌を直したい。な、滑舌コミュニケーション能力別にあるくないのか。あります。うん、あると思う、うん、最初の頃より。あ、最初の頃よりは多分最初の頃より最初の頃よりは全然あると思いますよ、はい、もっと欲しいんだ。もっと欲しいです。ちゃんと先に言っとこう。あ、でも考えてるな。七夕だってさっきミキが何書けますかって言った時に、ミキが手でルカにこうやって刺したんですよ。そうなんですね。入って私後でいいから指さしてたんですよ。いや、ちょっと大御所感も出てきてるんですけど。七夕ね、ずっと書いてないな。短冊にお願い事、お仕事いっぱいもらえますように。はい、ミキちゃん待て今なんか押そうとしたでしょ。今ブンブンとか押そうとしたでしょ。スタートがね、もっと知名度アップしてたくさんの人に見てもらえますようにって書きます。はい、はい、ゆきちゃんは、私は韓国の美女にしてほしいです。イエーイ、韓国の美女にしてほしいんです。書いたからって次の日起きたら変わってるとかないから、鏡見たらあーみたいな誰も苦労しんわ、そんなこと起こったら怖いわ
そうだね、七夕、まあ何でもいいもんね、お願いするのはタダだからね、はいはい、タダです人生、はい、そんな感じで、はい、あ怖いよということで番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。メッセージやコーナーへの投稿はホームページのトップページにあるメッセージフォームかラジオラビート公式アプリからだと簡単に送ることができます。番組推奨ハッシュタグはシャープの後にひらがなでイチスタです。投稿するときにハッシュタグを忘れずにつけてください。それではここからのお時間は私たち3人にお付き合いくださいね。お送りした曲はスタートでリスタートでした。改めまして、和久田あかりです。ルカです。近藤美希です。触れないでください。あの、オープニングの、あの、読んだところ、もう一回言ってもらっていい？ね、どこで、これですか？そう、最後のとこ。それでは、ここからのお時間は、私たち3人に、お付き合いくださいね。なんでさ、普通に喋ってるよりさ、なんか、3トーンぐらい高くなってる？え、高くなってないですよ。なってますよ。今だけ。もうさっきの時点で止めようかと思ったんだけどさ、ちょっと我慢したんだけどさ、やっぱり突っ込まずにはやらなかった。その営業ボイスなんなん？いや、全然営業してないですよ。営業してないですか？ごめんね。そうだね。まだ子供なんで。はい、普通歌読みたいと思います。ラジオネーム、丸林さん。こんばんは。こんばんは。もうすぐルカンの誕生日ですね。そこで皆さんに質問です。今まで一番印象に残っている誕生日プレゼントは何ですか？よかったら教えてください。ちなみに僕は友人からもらったゆであずきの缶詰でした。わら。ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。おぉ。欲しい。ゆであずきですか？うん。ゆであずきって何ですか？あずきですか？あずきですか？うん、缶詰わかる？はい。はい。あずきが入ってるんですか？そう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 。ゆであずきって言うんですか？あずきを茹でたものが、ゆであずき。ああ。それが、缶缶に入ってるの。おぉ。それもらったんだって。え、めっちゃ嬉しいじゃないですか。嬉しいか。ね、いざとなった時に。皆さん、ミキの誕生日プレゼント、ゆであずきで大丈夫です。はい。食べれるの？あずきですか？うん。腰半派ですね、でも。ダメじゃん。あずきは最近食べれるようになったので。ダメでしたよ。そう、ルカの誕生日、7月11日。はい、7月11日です。セブンイレブンですね。はい、セブンイレブンです。お前安いですね。欲しいものって言いそうになっちゃった。印象に残ってるのありますか？はい、ですね、友達に、はい、なんか、何ですか？何ですか？なんか、箱みたいのもらって、うん、箱を、の蓋を開けたら、うん、ファーって広がって、メッセージとか写真が、うん、プレゼントボックスみたいな。あ、そう、なんかメッセージボックス。はい、メッセージボックス？今流行ってるよね。そうですね。なんかあれでしょ？蓋開けて、4方向にペタッと開いて、そうですそうですなんか引っ張って、引っ張ってやったりみたいな、動かしてやったりみたいな。写真とかがあって、いろいろ書いてあって、みたいな。はいはいはい。そうです。作ってくれたんだ。作ってくれました。絶対めんどくさい。途中でやめます、私なら。途中でやめます。私、高校の友達、最近片付けしたら、高校の友達にあげようとしてたアルバム、やりかけ出てきた。やりかけ。18歳おめでとうっていうメッセージ集めたところまで出てきた。やばい。あらま。嬉しいですよね。嬉しいです。なんか手作り嬉しいよね。はい、お手紙とか。めっちゃ嬉しいです。はい、私は、単純だけど、服。嬉しいです。バッグとか財布とかも嬉しいけど、いただいたものがあるんですけどね。服はなんか、なんかあかりに似合うかなと思って考えてくれたのが、すごい嬉しくって。そう。すごい。なんか、いや、似合うかわかんないけどとか、こういうの着てほしいとか思ったのももらったことあるけど、そういうのがめっちゃ印象に残って嬉しいです。はい。いいですね。はい、いいですね。心がほっこりします。はい。ミキちゃんはどうですか？私は、一番上のあかりんと同い年のお姉ちゃんからもらった、はい、イヴ・サンローランのリップが一番
本当に、もう泣きそうなぐらい嬉しかったですね。ああ、化粧品。はい。ああ、そっか。そうだよね。スタート入ってメイクするようになった？いや、あの、ダンスしてて、ダンスの時もメイクしてたんですよ。うんうんうん。本当に。あ、私これちょっとメイクの話していいですか？いいんですよ。うん、あの、はい、あの小学校の頃自分でメイクしたんですよ。うん、そしてキャバ嬢みたいなメイクしてたんですよ。処理の方法を教えてください、誰か。ちょっとわかんないです。そっか、はい、じゃあ成長したんですね。はい、成長しました、こんな目標。ぐんぐん育ってます、今。化粧品でも嬉しいよね。めっちゃ嬉しい。リップとかね。はい、そう。嬉しいですね。何でも嬉しいんですけど。はい、やっぱりね。ぜひ、ルカちゃんの誕生日。あ、ありますか？欲しいもの。あ、欲しいものですか？欲しいものですか？ここで言っとくと多分もらえるかもしれないですよ。あれ牧野渚がよく使ってるんで。あのですね。はい。え、お、これ結構ガチだぞ。ルカがガチで言う。やばい、やばい。でもガチなのかわかんないですけど。いや。え、アクセサリーとか、でも服とか、化粧品。なんか全部になっちゃうんですけど。使えそうなやつだね。はい。使えるものみたいな。ブレスレットとか使えそうなものが、欲しいなって思います、皆さん。だそうです、皆さん。ルカの誕生日は7月11日です。ミキ、ついでに言っといたら？ミキですか？ミキは、何が欲しいんでしょう、私。私はもうとりあえず愛情をもらえればいいかなって思ってます。うわ急になんか。ガッツポーズじゃないわ。いいこと言ったじゃないわ。私落とされました。私はやったぞってやるんだな。はい、じゃあ、ミキちゃんは、あの、愛情だそうで、はい、皆さん何もやらないですよ。はい、皆さん、あの、愛情をあげてください。違うの？愛情がこもったプレゼントです。結局ね。はい。結局ね。はい。男女いつですか？ 2月28です。おー、だいぶ先ですね。はい、なので、はい、皆さん覚えておいてください。まだいいや。はい。もう一つお便り読みたいと思います。ラジオネーム、ヤマケンさん。あかりん。なっちゃいない。ミキちゃん、ルカちゃん、こんばんは。こんばんは。マイタウンウィデンも半分会場が終わりましたが、楽しんでますか？ぜひ思い出などあれば教えてください。ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。マイタウンウィデン半分。もう半分終わったの。早いね。そうですね。今日6日が、さなげでマイタウンウィデンがあったんですけれども、はい、なんか今まで行ったところでありますか？印象に残ったの。ちなみに私、まだ一個も行ってないんですよ。そうなんですね。あの、なんか、ジモサタに出演させていただいたり、舞台があったりで、まだ、今年マイタウンデビューしてなくて、さなげで初めてで、めっちゃ寂しい。そう。デビュー日。デビュー日。どこが印象に残ってますか？どこですかね。でも、はい。下山ですかね。おう、下山。うんうん。に、友達が来てくれてですね。ほう。なんか、すごい後ろで、ワイワイやっててめっちゃ嬉しいなって思います。ルカ友達いるキャラなんだね。あ、いますよ、ちゃんといます、私。私、ちゃんといます。いるんだね。いますよ。よかった。います。ミキちゃん友達いる？ミキちゃん、見に来てくれる友達はまあちょびっとぐらい。ちょびっといるな、大丈夫。よかった。一部だけ。中学校でいなかったらちょっと大変だなって。あ、その友達が見てくれたのが印象だったんだ。はい、ちょっと、印象え、でも、あれですよね、ポップが今回というか、今年のマイタウンから。そう。踊れてますか、ちゃんと。踊れてますね、はい。しっかり踊れてます。よかったです、じゃあ。あの、間違えると怒られちゃうからね。はい、気をつけてくださいね。みきちゃんは？私は、どこか、あの、この前やったところですね、マイタウン。ですね。どこですか？どこですか？記憶力が。どこだろう？どこですか？この前で、あの、この前です。この前。前のところでやった時。どこだろう？何があったんですか？ちょっと場所見ますね。クッピョンと、ピョンさんと、あの、その、お店を回ってたんですよ。なんか美味しいものないかな。稲部かな。あ、稲部です。ライブ終わりに行ってたんですよ。ブルーベリーとか売ってて、五平餅とか。言ってて、あ、美味しそうだなーって言って。で、
そのウインナーとかも売ってたんで、ウインナー買って、うん、五平餅買ってって言って帰った時に、うん、あの男性、男の子の、ほうほうほう、男性、高校生、中学生ぐらいの男の子に、スタートさんですかって声かけられたんですよ。もうその時になんか、あれ有名になっちゃったかもしれない。ライブ終わった後、はい、ライブ終わった後に。多分それ見ててくれただけだと思うけどね。そうですかね。なんかそれで、なんかその後にあの、もしくったら握手してもらっていいですかって3人の男の子から言ってきたんですよ。でもなんか、こう、握手、なんか、嬉しくなっちゃっても。あ、なんか、初めて言われたんだ。有名人ってもう頻繁的に言われてるじゃないですか、やっぱり。ね、東京とか行くとも、うんうん、おい、みたいな感じなんですよね。もう、嬉しすぎて、もう、ありがとうございます、みたいな。こちらこそ、みたいなね。いや、もう、で、私が声かけられて、いや、こんな下っ端の声よりも、やっぱりクーピョンに声をかけた方がいいかったと思うんですよ、私は絶対に。二人に声かけられたんでしょ？多分そうなんですけど、すごい、なんか、めっちゃうちの方見てきてたんで、あれと思って。なんだからね、クーピョン、本当に、クーピョンちゃんと思って。でも、だから、こう、呼んで、こう、握手してたんです。そしたら、一人の男の子だけがちょっと遠慮してたんですよ。だから、あ、どうですかって言ったら、あ、ありがとうございます。どうですか自らね。はい、もう、僕もいいですかみたいに言われて、もう嬉しかったです。一日中、もう本当にその時は。大事。そういうの大事。はい、僕にも気にかけてくれたんだって、そうやって思ってもらえるから。はい、やっぱり、やさじょなんで、私は。やさじょ。やさじょ。今、学校で流行ってるんです、やさじょって。この間も私言われました。何か自分のこと痩せずって。なんか荷物を持ってあげたんですね、ミキの。その時に、ルカちゃん、やさじょって。流行ってるのね。はい、やさおじゃなくて、やさじょです。あそういうことです。はい。わかりました。以上です。あ、でもみんな、ラジオ聞いてる皆さんは知ってるからね。握手は求めてこないと思うんですけど、でも嬉しいよね。はい、めっちゃ嬉しい。前も言ってなかった？どっか街中で声かけられたみたいな。へぇ。覚えてないなら大丈夫です。街中でですか？ええっ、と、毎回おいでまだね、はい、引き続きやります。来週は、大林、豊スター、藤岡の3カ所で出演しますので、ぜひよかったらどこか遊びに来てください。はい、ということでゲームコーナーに行きましょう。イエイ。パワーアッププロジェクト。久々にチーム戦が復活したスタート、新メンバーも続々入ってくる中でさらなるパワーアップを目指し、この番組でも毎週ゲストを呼んで様々な企画を行っていきます。今週のゲームはこちら、目指せアナウンサースタート早口選手権。よく言えました。あと一個だけね、久々にチーム戦ね、戦ってるからね、チーム戦ってもう戦いが起こってるから。本当だ。精度ね、チーム戦精度ですね。あれですね、文章を読むとちょっと上がっちゃう感じですよね。はい、ということで、このコーナーは様々な早口言葉にチャレンジすることで、普段のトークや取材対応でスタートはしっかり喋れるとみんなが思う滑舌力を身につけようというものです。お題は箱の中に入っているものから一つ引いて決めます。お題の書いた紙に書いてある回数を繰り返して噛まずに言えれば成功。二人が成功できればクリア。うまく言えたかどうかはディレクターが判断します。ここ3人とも滑舌やばいですね。やばいですね。やばいですね。すねちょっとどうしたらいいんでしょう。じゃあ、ミキちゃんから弾いてください。はい。じゃあ。苦手の3人ですね。デリーン。てか、1個です。1個です。はい、お題はこちら。ラララララビート、パパパパパパフューム。何それ回数合ってる？合ってます。ラララララビュート、パー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 フュームラビュート、ラビートじゃなくてラビートです。ちっちゃいはビッグ、わかる、はい、ちっちゃいはビッグ、OK、 はい、ブーじゃないか、ビーですね、ラビート、ラビートですね、そうそう、ここのことね、はい、はい、それ、はい、何回？3回です、はい、それでは待って、無理ですよ、これは。それでは
行きましょう。スタート早口選手権、よーい、スタート。ラララビュート、バババババフューム、ラララビュート、バババババフューム、ラララビュート、バババババフューム。ね、ビューってなってたよ。3回中2回がビューってなってたよ。今難しいですよ、皆さん見てくださいこれ。あ、じゃあルカちゃん、ルカに飛んだ。これ成功したらいける？いいよ。もう、ちょっと、ラララララビート、パパパパフューム。ラララララビート、パパパパフューム。ラララララビート、パパパパフューム。あれ？ララ、パ、パパパパパ、あれ？パ、少なくない？あれ？パパパパフューム。パパパパパフューム。あれ？パパパパパフューム？あれ今、あれ？カタカナの数もわかんないね。じゃあ、ガチャ、お願い。2個目引きまーす。ルカが引いております。お題はこちら。え、すま、ちょっと、ね、カタカナ。スピッツツ朝ドラ広瀬すず。これ難しい。スピッツの前に両方つけたの。あ、そういうことですね。めっちゃいたずらするじゃん。待ってください、3回言っちゃいそう。すピッ、待ってください、すピッツツ、すすぴっつつ、すすぴっつつ。やばい。オッケー。すすぴっつつ。3回ですね。それでは、ルカの挑戦です。スタート早口選手権、用意スタート。すすぴっつつ、朝ドラ広瀬すず。すすぴっつつ、朝ドラ広瀬すず。すすぴっつつ、朝ドラ広瀬すず。ルカ、途中で笑っちゃう。待ってください。じゃ、広瀬すずの後にすすがちょっと辛いっす。それはね、奥君の仕業だわ。やばい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 。日本でやばいですよ、これ。若田が来ました。お題はこちら。高度経済成長期、スタートも成長期でござる。あ、これいける気がする。あれ？ 3 回。いきますよ。それでは、いきましょう。スタート！早口選手権、よーい、スタート！高度経済成長期、スタートも成長期でござる。高度経済成長期、スタートも成長期でござる。高度経済成長期、スタートも成長期でござる。惜しかった。惜しい、今のは、今のはめちゃくちゃ惜しい。これちょっとうち行かないといけないとこだった。ちょ、ミキ言って。高度経済成長期。はい、行きます。よーい、スタート。高度経済成長期、スタートも成長期でござる。高度経済成長期、スタートも経済、諦めた。めっちゃ良かったことないですか、今の1回目。そしたら、ほら、この3人やばいわ。やばい。ラストだって。やばい。はい、じゃあちょっと見て。ルカにしよう。え、ちょっと待ってください。ルカちゃんいけ。笑わなければいける。ちょっと待ってください。ルカさん。お題はこちら。え、生温かい方。ちょっとお待ちください。生温かい、生温かい方叩き機。うん。うわぁ、嫌だ。嫌だ、嫌いだわ。どっちも嫌だけど。ちょっと。意味的にも読むのも嫌だけど。生温かい方で、あったかいな。だから、ちょっとね、笑わずに頑張れ。行きましょう。よーい、スタート。生温かい肩叩き機。生温かい肩叩き機。生温かい肩叩き機。ちょっと微妙だったけど、やった。でも2人成功できればなんで、今回は失敗でした。ダメだね、ちょっとちゃんと喋ろうね。はいはいはい、上を OK です。はい、ということで皆さんからのお題もお待ちしています。以上、スタートパワーアッププロジェクトでした。スタートの位置について用意スタート。そろそろお別れの時間となりました。番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。番組への感想や私たちへの意見、そしてコーナーへの投稿も大募集中です。メッセージやコーナーへの投稿はホームページのトップページにあるメッセージフォームか、ラジオラビット公式アプリからだと簡単に送ることができます。番組推奨ハッシュタグは、ハッシュタグの後にひらがなでイチスタです。投稿するときにハッシュタグを忘れずにつけてください。たくさんのメッセージをお待ちしていまーす。自分の番じゃないと思って気抜いて次の予定を検索しておりました。はい、と7月6日ということで、
明日はちょっと撮影があってライブの方ないんですけれども、はい、来週は3カ所毎度おいでんがあります。大林、豊洲、そして藤岡の3カ所なので、はい、ぜひよかったらどこかの会場に遊びに来てください、はい、そして次の日14日の日曜日は朝日のマイタウンおいでんです。朝日、そして、昼にはねルーテトゥインクルウィンクさん主催のライブが名古屋リニーリレニーリ滑舌レニーリみたいなレニーリニールみたいなラビテってルーテトゥインクルウィンクルさんの主催のライブが名古屋リニーリミテッドで行われます。ごめんなさい、昼夜逆でした。夜が名古屋、昼が朝日のマイタウンおいでんです。もうダメだ、私も調子が悪いよ。やってください。やってよ、巻き込ま人のせいにしません。はい、ということで来週も来週もこの3人でやるの。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。私抜けてもいいですか。お願いします。もう2人でやってください。イエーイ。怖いよ。私とミキは一回り違うのでね。はい、違います。同い年だもんね。同い年。もういいや。はい、ということでそれでは今週はこの辺でお別れです。ここまでのお相手は和久田あかりとルカと近藤ミキでした。来週も聞いてね。バイバーイ。